海。あ、急に外国行くことになった。こんなトランクあったな。はあ、あの、奥様は。あ、今電報打った。あれ出しておいてくれ。こうやるやつ。班長さんも行かれたな。今日は天気もようて、ほんとよかった。待ってみる。そうね。おばさまどうぞ。私もう少しいてみます。でももう帰ってこなくちゃ。お宅からも打ったの？電報。ええ、昨日。じゃあ十分間に合ったはずね。ええ、のんきね。何してんだろう。
帰り遊ばせ。お帰りなさい。遅かったわね、あんた。ただいま。何してらしたの、おばさま。遅かったわ、あんた。おじさま、もうお立ちになったわよ。何してたの。おじさま、とても寂しそうだった。あんた、昨日電報見たんでしょ。ええ。なんだって妻なんかに出かけたの。だって仕方がないじゃないの。行きたかったんだもの。だったら電報見たらすぐ帰ってくりゃいいのよ。だっていなかったんだもの。秀子と神戸行ってたんだもの。みんなとても心配してたのよ。おばさまいらっしゃらないから。無理よ。知らないんだもの。知らないって言うけど、旦那様電報打ちになったの一昨日よ。その電報も見なかったの。見たわ。じゃあどうして帰ってこなかったの。だって夜原だけじゃ何の用か分かんないじゃないの。そんな電報よこす方がよっぽど間違ってるわ。だって電報じゃないの。見たらすぐ帰ってくりゃいいのよ。そうすれば十分間に合ったのよ。もういいわよ、そんなこと。そう、あんたがよきゃいいわよ。いいの。そう、いいのね。じゃあ、せつや。私帰ります。そう。じゃあ、私も。さよなら。さよなら。さよなら。旦那様何かおっしゃってなかった。はあ、別に。
さあれ。旦那様お帰りになりました。もういい、寝てくれ。お帰りなさい。ああ、飛行機が故障でね。そう、ウルがいらっしゃるんですって。ああ、モンテビデオ。飛行機故障ってどうかしたの？2時間くらい飛んだらエンジンの調子が悪くて引っ返したんだ。そう。出発は明日の朝になった。バカに疲れた。あなた、明日何時？9時だよ。君、いつ帰ってきたの？あなた、お立ちになって2時間くらいしてからかしら。そう。妻、どうだった？面白かったかい？私、もうしない、あんなこと。何？あなたへ黙って、遠く行くようなこと。してもいいさ、君らしいよ。もうしない。はじめの電報はすぐ見たのよ。だけど、あれだけじゃ何の絵だか分かんないんですもん。そうか。あれはいけなかったな。でも、ずいぶん急だったのね。前から分かってなかったの？いや、話はあったんだよ。君にそう言おうと思ったんだけど、この間うち君、バカにご機嫌悪かったから。だけど、言ってくださりゃよかったのに。でもこんなに急だとは思わなかった。今朝お早かったの？ああ。眠い？いや、腹減った。そう。何かがある？ああ。私もいただく。そう。下行こう。寒くないか？大丈夫。フミヤ起こすのかわいそうね。わかるかい？いろんなもののあるとこ。何？茶碗や箸。行きゃわかるわよ。行ってみましょう。